非接触型 IC、カードリーダー、ライターと IC カードの例近距離無線通信は、講義には更新距離の短い無線通信を指す。競技にはニアフィールドコミュニケーションの訳語である。NFC はルフィードと呼ばれる無線通信による個体識別の技術の一種であり、近距離無線通信の技術を統一化した世界共通の企画である。 IC チップを内蔵した NFC タグを NFC のリーダーライター機能を有する機器により読み取り書き込みを行う。以下、本項目では競技の意味の NFC について記述する。その他の近距離無線通信については関連項目を参照のこと。近距離無線通信を使用する主な利点は従来の磁気カードや接触型 IC カードあるいは 光学式読み取りのバーコード QR コードと比べると以下が考えられる。NFC タグは QR コードと比較されることも多い。NFC タグは QR コードと異なりシリコン被膜等でタグ自体を折っても認識には問題ないのでデザイン性を損なうことがなく比較的暗い場所でも利用できる。NFC タグに比べ QR コードは 生成が容易であり印刷して大量に配布することもできる。QR コードは印刷台のみで足りるが、NFC タグは1枚数十円程度かかりコストは高くなるため大量反布するものには不向きである。また、再書き込み可能な NFC タグも販売されており、多数の第三者の利用を想定する場合は注意しなければならない。 さらに NFC タグの共通データフォーマットとなる NDEF や通信で用いるレコードタイプなどの使用を決められている。NFC フォーラムに準拠した NFC 機器のアナログテスト解析はオシロスコープを利用するのが一般的である。ただし NFC の企画や製品の普及とともに NFC 機器の研究開発から メンテナンス用途として NFC のプロトコル解析を行うことが増えてきている。GigaOmHttpGigaOm.com2013-09-10With IBconApple e a is going to Dump on NFC and Embrace the Internet of t h i n g s ありがとうございます。